あ、あそこか。あ、あそこにいる、まさこさん。まさこさん。あ、ここね。お邪魔でしたか。構わぬ。なんかあるなって思ってたんだよね、ここ。お祈りを。我が先祖にな。これからする諸行の許しを請うておった。なるほど。ご先祖は何と。声が聞こえぬ。ご先祖にはできぬお務めゆえ、あえて黙っておいでなのでしょう。姉の居所が分かった。菊池家の古い砦だ。ご出立を。もう甲を切らしてしまったからな。祈りをあげられぬ。菊池家って一瞬出てきたよね。何だったっけ。あ、お姉さんが嫁いだ先って話。菊池の館はこっちだ。オッケーオッケー。徒歩で行ける距離なの、雅子さん。よく見つかりましたね。姉は池田殿の家に入ってな。あ、そっか、違うわ。菊池家の老頭であった。近くの山の麓に親方が。姉はいつも自分の館を欲しがっておったな。菊池家も小野田で滅んでおります。姉は館を乗っ取ろうと企んでおるのだろう。足立家を奪い損ねましたから。話によると、ある一族が京を構えた。家紋はあの文のものと同じ。姉君か。今は館を愚民の仮住まいにしておるそうだ。故郷を失う辛さがわかると申して。まことでしょうか。突き止めてやろう。姉君が故郷を失ったとは。結婚して家を出たに過ぎん。池田殿は老頭では。ああ。なぜ妹のあなたが武家に嫁ぐことになられた。幼き頃、族に押し入られたことがあってな。私は太刀を手に取り、姉は隠れた。族どもを片付けた後、足立殿率いる侍衆がやっと駆けつけてきたのだ。姉は一目で足立殿を気に入ったようだが、見初められたのは私の方。それでか。嫉妬の末に裏切りに行き着いたのか。昇進を癒してやりたくて、池田殿との結婚を後押しし、姉は北へ嫁いだ。池田殿とはお知り合いでしたか。前妻に先立たれたが、優しき男と評判であった。優しさなどいくらでも取り繕えます。何を申したい。なぜ姉君は今になって復讐を企てたのかわからないのです。これだけ分かっておればよい。姉は我が一族を殺し、今日その報いを受ける。どうなんだ、その池田家が主犯ってこと。仁君が言いたいのは。あ、これかな。すごい開放感ありそうなお屋敷だけど。姉君が裏切る兆しは。近しい間ではなかったが、お互いを思い合っておった。公の場でも姉を見かければ挨拶を交わしていたぞ。まさかこれほど憎まれておるとも知らずにな。あの日は親方にいらっしゃったのですね。朝から館に来て菰田からの知らせを待っておった。夫の安否に気をもみながらな。あの時初めて姉と分かり合えた気がした。私の孫のために土産を持ってきて懐かれていたのに、最後を見届けに来たとも知らず、まんまと迎え入れてしまった。足立家の嫁子らは賊と戦ったようですが。戦ったのは私と嫁らで、姉は孫と馬屋に逃げた。その後姉らしきムクロを見つけた。誰の顔か分からぬほどに潰されておったが、金色の帯で姉だと思い、一族の墓に埋めたのだ。あなたが生き残ったことを知り、偽のムクロを作った知恵者です。私を生かしたこと悔やませてやる。そんなに仲良くなかったんなら思いっきり殺せるね、雅子さん。おお、ここかー。立派だなー。
万平がおおご用心を。愚民ばかりの場所ならば何があってもおかしくありません。戦い始めてる。ほいブンブンブン、ほいポンポン、いいね、ほいほいほい、ほい、あ、チャンスチャンス、イエーイ、あ、ナイスナイス、まさこさん、うん、急がねば新手が来ます。もうどんどん行くんだな。おいしょい、いるか、花、あれか、女の人の声がする。民をかくまっておった。あれはただの隠れ蓑さ。どういうことだ。姉上、姿を見せろ。いい方、すげえ、もう容赦なく殺すのか、やばい、おい、これだけ。失礼失礼、うい、あー強い。もう見切ってる見切ってる、ほいほい、全然当たらん。やったぜ、ポーズした、まさこさん、とどめ刺そう。百姓って書いてる、この人は関係ある？この人花、花はどこだ。違うか、山の上の館です。ほんほん、妹が会いに来たと伝えろ。うん。かっこいいな、妹が会いに来たと伝えろ。おい。ごめんって、行くよ行くよ、しょうがないな。姉君を何といたす、うん、やられたことをやり返す。ご家族であって、私の家族は死んだ、あれはただの人殺しだ。でも虚しさしか残んないんじゃない、まさこさん。うちやったことないからわかんないけど、そういうのは。あー立派、しかもかっこいいな。さあ出てこい。あれか、いやでも勝負は強くないでしょ、あの人。これか、来たか、まさこ。姉上だと騙し、私に誰を埋めさせた。猛虎に殺された百姓の女だ。うお、泣いてやったか。よくも全てを奪ってくれたな、うん、息子の嫁に孫だけ、それのどこが全てだ。足立の死は猛虎に奪われ、お前も殺し損ねた。だがやっと本当に全てを奪える。殺せ。めっちゃ性格悪いじゃん。ここは食い止めましょう。助かる。これは人思いにできるな。はい、ナイス。まさこ殿、どこ行った、まさこさん。もう殺した。どうせなら見たい。お、動いてる動いてる。えい、お、絵かけてんのかな。どこのお家も壁紙似てるな。あれ、まさこさんどこ行った。あ、ここか。よくも息子の嫁を、幼い孫を、一族を殺してくれたな。お前の所業に比べれば安いものよ。何、私が何をした。奪ったではないか。館から追い出し、心を寄せる男をさらい、飲んだくれを押し付け、身も凍る地へ送ったのはお前だ。あ、そうなんだ。エゴに続く苦しみを受けてもなお、この生き地獄はお前には分かるまい。お前が押し付けた地獄だぞ。いずれも私の咎ではない。何を言う、知らぬふりをしておったくせに。殺しに来たのだろう。切りたければ切れ、苦しみが終わるのならば本望だ。
始末をつけるのは私ではない、己自身だ。お前も地獄を味わえ。皆を痛む代わりに笑い合って過ごした日々を心に浮かべようと努めたが、見えるのは姉の顔、それだけだ。これが生き地獄なのか。いえ、仇を討ったではありませんか。ご一族のため、その命をかけて、もう安らぎを求める時です。この道は安らぎには通じぬ。ではどこへ。どこであろうな。このまま歩みを進めればわかるであろう。それは修羅の道です。もう遅い。だがお前が呼ぶなら手を貸すぞ。わったー。これも思ってた最後と違うなぁ、まさこさん。あ、なんか足立家のもらった。でも最後は鬼じゃなかったね、まさこさん。これからゆっくりできるといいけど。まさこさんの代わりに、この館の障子全部壊した。